次は新谷が殺された件だ。新谷は恐霊界のヤクザじゃない。なのにアドデックナインの実験台にされたのか。それともあの人は他に殺される理由があった？あいつがやられたのは俺のせいだ。あら、え？久米が死んだ事件で俺は裁判を受ける羽目になった。でもよ、やってもねえ殺しで無所行きなんて冗談じゃねえ。だから俺なりに保険をかける必要に迫られた。保険？裁判前、新谷と接見した時に俺はこう言ったんだ。もしこの先無罪の可能性がなくなるようだったら、創薬センターの小脳を調べろってな。それじゃああんたは一ノ瀬たちとの秘密を新谷に漏らしたわけか。別に一ノ瀬の名前までは出してねえ。小野の名前だけだ。だがまあ連中から見りゃそれも立派な裏切り行為だろうよ。だから俺は新谷にもきっちり口止めはしてた。いざって時の情報だとな。そんな大事な情報だと理解していて、なんで新谷は小野宛に電話をかけた？さあな。だが勝手な想像ならできる。聞きたいか？ああ。何を？聞きたいね。新谷はよ、お前に負けたくなかったんじゃねえのか？え？あいつが俺を無罪にした時も、実際に決め手の証拠を掴んできたのはお前だった。新谷はただそのおこぼれで名を上げただけだ。周りの連中も口にはしないが、みんな承知してたろ。おまけにお前はさらに奴より先を行こうとする。裁判では分からずじまいだった真犯人さえ探し始めた。それを新谷はどんな気持ちで見てたんだろうな。お前が華麗に真相を暴くのを期待してたか？俺にはそうは思えねえ。お前じゃモグラに届かねえよ。どうせヤクザ同士の抗争とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。なるほどね。お前より先に真実をつかむ。それができて初めて奴はお前に勝つことができる。じゃあ新谷は自分の手で事件を探ろうとして創薬センターに電話を。俺の勝手な想像だっつったろう。だがどんな理由にせよ結果は同じだ。新谷が小野に近づこうとしたことはすぐ一ノ瀬にも知れた。それで奴は俺が新谷に情報を漏らしたと気づいた。つまり新谷は一ノ瀬の命令で口を塞がれることになったってことか。俺としちゃもう新谷には死んでもらうほかなかった。モグラには俺が自腹で金を払ったよ。身代わりの犯人には綾部を選んだ。俺たちはまず奴の銃を手に入れた。その銃を使って新谷に手を下したのはモグラだ。凶器になった銃には弾を補充し、使った痕跡を消して綾部の懐に戻した。一方、死体から見つかる弾にはその銃の洗浄痕がつくことになる。するとそこにあるのは綾部刑事の銃で新谷が撃たれたって紛れもねえ事実だ。結局綾部にはまともなアリバイもねえ。誰かに襲われて記憶がないって、そんな説明誰が信じる。まあな。でもモグラを捕まえてあんたが今の証言をすれば、なんだ？
なんだ、どうした。なんか焦げ臭いな。何松金組が俺を助けに来た。モグラも一緒かもな。おやさん、ここを出るぞ。立て、羽村。今すぐ俺を解放した方がいいですよ、親父。松金組は俺が引き上げさせますから。そうすりゃあんたらも助かる望みが。黙れ。厚労省がどうのって話が確かなら、お前も使い捨ての駒でしかねえぞ。連中にしてみりゃいくらでも替えが効くんだからな。そんなわけありませんよ。バカだねお前は。え、行こう。松金組や、下で火つけとるぞ。上等やろ。俺頭村瀬君。おう村瀬、敵は何人や。頭あーやばいんじゃない。おう、やってくれるやないか。村瀬、こんな退場の仕方ある。おい、うちの組はいつからこんな武闘派になったんだ。尾崎じゃん。行くぞ、おやさん。おう、羽村のことは俺に任せろ。松金を守れ。このバトルでは羽村を助けようと松金に敵を襲いかかり、やめなさい。拾うものはないと信じたい。があるから進めない。こっち、
ほら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 、これうまいこと決まらんこと多いな。拾うもんはないよね。念のため松明持っとくか。これ開けれる？熱いよ多分。ほら熱いよね。ダメージ食らってんじゃん。そりゃ熱いよ。あら尾崎だ。そんな不毛の塩振るみたいな感じで油まかれたんだけど。今度こそぶっ殺してやる。尾崎いやむず。はい。おい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 。ハムラ逃げちゃうよ。ナイス。おやさんナイスだね。会いたーい。無理無理無理。あ無理無理無理。あ無理無理無理。あ死んじゃうかもね。死んじゃうかもね。当たんないな。これに決めたいんだけどな。ほら落としむずいな。当たんねえし、いてえ。うわ危険な。こう投げ。あいた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 。これやるしかあるまい。減らすとこまで減らして、なんかないか。これするか。おら、もう一回じゃん。行くじゃん。死なないね。痛い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 。あ燃えてる燃えてる。
強かったな。ボロボロだよ。クソが。剣吾だ。頭、ご無事で。親父。逃げた。剣吾はどっちにつくのよ。ここでモグラが来る。ほぼジョンウィックじゃん、やってること。なんでこんなこと。さっきのやつがモグラだろ。俺があいつならまずおめえの口をウサギにくるって思った通りだった。そうじゃなくてよ、なんで俺をかばうような真似。お前の話を聞いてて分かったんだよ。悪いのは俺だ。何が。俺が不甲斐ねえばっかりによ。お前は組守るために危ねえ橋を。俺だってそりゃうすうす分かってた。だが知らんふりしてずっとお前の稼ぎを当てにしてた。今さら文句言えた義理はねえよな。つらかったろう。本当にすまん。お親父、そんな。だからよ、これがせめてもの俺のけじめだ。親父にそんな責任なんか。それが親ってもんだ。親父。親父さん。ダボ。もう俺はダメだ。早く逃げろ。何言ってんだ。行くぞ。カムロ署の黒岩だ。ん？モグラの正体。あ、そうなんだ。黒岩がモグラだ。何？
じゃあ松ヶ根組長はダメだった。そんな黒岩の野郎。え、今なんて。黒岩、こんな夜中に何しでかしたんだ。やがになんだとお前。ちょっとどうしたの。どいてください検事、彼には少し署で話を聞かせてもらいたいんですがね。いえ、病院に行かせるのが先です。必要ないでしょう。十分元気そうだ。医者でもないあなたにそんな判断ができるの。もし何かあれば私が責任取りますよ。責任取るって。いいよ、医者は俺も必要ない。俺なら大丈夫だ。やら、今夜は災難だったな、八神。まだ終わってないみたいだけど。これ外してくれないのか。逮捕じゃないんだろ。悪いな、今ちょうど鍵が見当たらなくてね。羽村から全部聞いた。何をだ。あんたの正体だよ。センターの副所長を殺したな。ヤクザの目をえぐってきたのも、そして新谷を殺したのも全部あんただ。くだらない話だな。じゃあ取り調べを始めるぞ。今夜あのキャバレーにいたのは何でだ。あんたがモグラだ。今はこっちの取り調べ中だ。否定しないんだな。あなたは火事に気がついた時何をしていましたか。羽村を取り逃がしたのは失敗だったな。口を塞ぎ損ねた。誰が建物に火をつけたか分かりますか。お前はおやすさんを殺した。このまま逃げ切れると思うな。お前もな。俺の後ろ盾はアドデックナインの莫大な利権だ。そいつを握ってる連中の目と耳がそこら中にある。もしかしたら警察やらの上層部なんかにも息がかかってるかもな。羽村の口が塞がれんのも時間の問題だよ。残念だがもちろんお前も逃げ切れやしない。その前にあんたの化けの皮を剥いで全部暴き出す。あんまり張り切りすぎんなよ、インチキ弁護士。黒岩さん、お電話入ってますが。おお、そうか。自分変わりましょうか。いや、ちょうど終わったとこだ。今夜キャバレーで起きた火事は東城会と強霊会、暴力団同士の抗争によるもの。こちらの八神さんは偶然そこに居合わせただけだった。ご協力ありがとうございました。じゃあ私がお送りしましょう。嫌なやつですね。長い夜だったな。事務所に戻るか。確かに長い夜でした。時間もちょっと伸びてます、かなり。これが増えたのか。
ね、人体実験で患者を死なせた疑いがあり、その罪を着せた大久保新平を連続殺人鬼に仕立て上げるために寺沢恵美を殺害。ね、元は神室町の情報屋だったが、松金組若頭羽村と利用し合って神室町のし上がってきたという殺し屋。で、モグラを雇って橋木の口を封じた。橋木の殺害が最初の仕事。医療システム産業開発機構を設立に尽力し、その存続を救ったアドデック内守るべき。木戸屋翔の手を組んだ。すでに起きてしまった人体実験の事故を隠蔽するために橋木の殺害を了承し、さらなる実験を極秘に行うことも決断したという。石松で1000万円の報酬で羽村に橋木殺害を依頼してきた。で、木戸さんは、富谷名誉と引き換えに小野に弱みを握られ、アドテック9の人体実験を隠蔽せざるを得ない立場へ追い込まれていた。これはいろいろ増えてんな、知らぬ間に。小野が意図せず死なせてしまった患者の死体を大久保のトラックに隠し、その罪を着せたというのである。モーラに引き渡した。いろいろ事件が解決してフィニッシュがもうついてるね、いろいろと。羽村によると、モグラの正体は、黒岩だと。ね、協力会組員の久米殺害容疑で逮捕された際、弁護人であった新谷に師匠の名を明かしたことで、その口を塞がざるを得なくなり、まもなくモグラと共謀し、綾部に濡れ衣を着せて新谷を殺害したと告白。ねえ、松金の組長。若頭の羽村がモグラに口封じ狙われた際に身を挺してかばい、無数の銃弾受け死亡。ね、黒岩、こいつこそがモグラであると。で、木戸翔の一ノ瀬。モグラに渡っていたと。よし、さすがにここで終わりましょう。で、次回は、まあ、一旦事務所で休んでから、まあ、フレンドイベントとか、このサブクエとかやってこうかな。なんか終わりが近いから、ここら辺を優先的に終わらせて、万全な状態で、最後迎えたいね。まあ、とりあえず次回は、もうね、メインクエストあんま進めない方向で行こうかなって感じだね。では、お疲れ様でした。ありがとうございました。